はい、東洋針灸整骨院長の島井です。お願いします。本日は顔面神経麻痺の治療の組み立て方についてお話したいと思います。ややですね、鍼灸師の先生向けなんですが、あとは学生のね、皆さんとかそういう人向けプラス、一般の方もですね、聞いてもらえる方は聞いてほしい内容ですね。実際私の治療院でですね、顔面神経麻痺で良くならない人っていうのはほとんど見たことがないですね。基本的には改善はしますね。ただその劇的に良くなる方と、普通に良くなる方と、時間のかかる方がいますよね。それは他の YouTube 動画でも言いましたが、やっぱりその、治療を開始するね、発症して、すぐ治療する人と、しばらくしてから治療する人とね、だいぶ経ってから治療する人では治るスピードも違いますし、あとはその人の年齢とかね、生命力回復力っていうのにやっぱり左右されるんですね。いずれにしてもですね、その改善しない人は私はもう見たことがないぐらい改善しますね。それでこのね、顔面神経麻痺もですね、私も駆け出しの頃はどうやって治療してんのかなと思ったんですよね。どうやって治療してんのかなってね、顔面神経麻痺治療できるってすごいなと思ってたんですよね。そういった風に思ってる鍼灸師さんも結構いらっしゃると思うんですよね。肩こりとか腰痛とかね、マッサージとかやってる人だと顔面神経麻痺って顔面に刺したらいいんかなみたいなね。私個人的には顔面神経麻痺で顔面に刺すっていうのはかなり否定的な考えですね。顔面神経麻痺に顔面刺す、これはそれで治してる人もいるんでしょうけど、東洋医学からするとかなり僕は否定的な立場ですね。そのじゃあ腰痛だからと腰に刺したら治るのかとかね、膝が痛いから膝に刺したら治るのかね、眼性疲労だから目玉刺すかって刺さないじゃないですかね。あとは胃の調子が悪いからですね、胃に届くように刺すんですか、違いますよね。その補助的に刺すっていうのはいいかもしれないんですけど、根本的なですね、改善にはならないんじゃないかなと私個人的には思ってますね。その辺は賛否両論あると思うんですが、それでやってるよっていう方からすれば何言うてんねん石丸っていうことになると思うんですが、私の治療院ではそういう考え方じゃない方が良くなると思ってますね。まず1番目、西洋医学病院ではヘルペスウイルス括弧仮説があるが、私個人的には否定的ね。西洋医学ではですね、基本的に顔面神経麻痺は原因がわからないんですね。原因がわかんないね。その神経圧迫してるとかね、ヘルペスウイルスが入ってきたとか、そういうふうに、これも仮説なんですが、それでステロイドとかね、やって、それで良くなった人は僕からすると自然治癒だと思うんですよ、あんなもんね。そんなステロイドとかで、治んないですよ、こんなんね。その次ですね、実際はですね、季節の変わり目、ね、急激な温度変化とか、季節の変わり目、特に2月4日の立春以降、ね、8月7日の立秋以降がですね、患者さんが多いように思いますね。急に寒くなったり、暑くなったり、こういうね、春秋が多いですよね。そういう患者さんが多く、外気の変化によるものが多いね。今これ撮影させてもらってるのが3月、下旬なんですけど、最近やっぱ顔面神経麻痺の患者さんすごい増えましたよね。春は東洋医学ではですね、春は東洋医学では、これ横でつながってるんですけど、春と筋肉がつながりますよね。あと風がピュー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 吹き出しますので、そういう外気のね、変動もあるということですね。それでですね、ここからかなり鍼灸師向けになるんですが、顔面神経麻痺の患者さん、じゃあどうやって治療するんだということなんですが、細かなですね、そのテクニックとかやり方っていうのはその流派によってね、違いますので、そういうことはちょっと言わないわけじゃないんですけど、言えないじゃないですか。そういろんなやり方があるから、ボクシングでも、こうやって打つのが好きな人がいれば、全然違うアウトボクサーもいるしね、そういうふうにスタイルが違うわけですよ。ただ考え方ね、こういうふうに考えてやっていくといいですよというね、ことをお伝えしたいですね。実際うちの治療院これでもバンバン治してますから。大腸系、胃系、あとは関係ですね。
まあ、顔面っていうのは大腸系と異形が言ってますよね。大腸系と異形が言ってるね、その経絡上の病なんですね。だからその、まあ、陽系ですよね、まあ、陰系陽系で言ったら陽系にここにまあその東洋医学風な言い方すると、まあ、外邪が入ってるわけですね。外邪が入って、まあ、その荒らしてるわけですよ、ね、だから、まあ、正常なその機能が果たせないっていうことなんですね。だからその治療では、まあ、あの本治法ってね、まあ、皆さんやってる人もあんまりいないかもしれないですけど、まあ本まあ、治療っていうのはそのね、まあ、鍼灸師の先生向けっていうか、まあまあ、これ言葉は知ってると思うんですが、まあ、実際やってる人は少ないかもしれないですけど、まあ、本治法と表治法があるわけですよね。まあ、この本治法、表治法ですよね。まあ、この本治法の過程で、まあ、大腸系、胃系のそのまあ入ってるね、外邪をしっかりその抜く、まあ、斜方をまあする必要がありますよね。ね、まあ、斜方した後にまあその頬もね、まあ、流してあげるという意味で、まあ、うちの治療なんかするんですが、あまあ何しかその悪いものは絶対抜かないとダメですよね。まあ、風邪も例えば風邪ひきましたってなったらですね、風邪も風邪と書いて風邪なわけですよね。まあ、風邪ね、まあ、実際はそのウイルスとか細菌なわけですけど、それのまあ針治療なんかもですね、その斜方ですよね、それを出すようにやっていくわけですよ。だからまあこれも一緒で、まあ、大腸系に入ったまあ悪いものを斜方する必要があるわけですね。まあ、一般の方っていうのはちょっと斜方とか分かんないかもしれないんです。ですのでちょっと補足しておきますと、ちょっと漢字が、あれですね、漢字どうやったかな、こうか、斜方って、こんな感じなんですけど、まあ、東洋医学って補方と斜方しかないんですよ。ね、補方というのは、まあ、四大事のごとく補うんですね。まあ、その五臓六腑の機能を高めたり、生命力を高めたり、ね、車で言ったらガソリン満タンみたいな感じなんですよ。補方、ね、生命力アップ。この斜方っていうのはこう抜くっていうことなんですね。まあ、さっき言った風邪、風が入った、ね、その入ったものを抜くとか、大腸系、胃系に入った悪いものを抜くとかね、あとはまあ顔面が真っ赤っかでのぼせてる人ね、そういう熱を抜くとか、まあ、そういうを抜くんですね。まあ、正気を補って邪気を払うみたいな感じですよね。まあ、ですので、まあ、その大腸系、胃系のまあ邪を抜くってことですね。まあ、あとはその肝系ね、肝系っていうのは、まあ、肝は菌を司るじゃないですか。だからそのまあ、ここもですね、まあ、治療のポイントにしないといけないですよね。まあ、あとはそのそうですね、まあ、意識してまあ治療すると良くなる。まあ、ここはですね、本治法ですよね。本治法、まあ、鍼灸師の皆さん、鍼灸学生の皆さんに言うなら、まあ、本治法ですね。まあ、あと表治法はですね、まあ、これ特効血って書きましたが、まあ、うちも必ず使うんですが、まあ、剣宮、太つと剣宮ですね、まあ、ちょっと漢字書いてませんが、太つと剣宮というですね、まあ、大腸系のツボなんですけど、まあ、そこにお灸ですよね、まあ、7層するってことですね、まあ、糖熱灸ね、7層やるとまあ効果ありますよね。そんな感じですね。まあ、あとまあ表治法で、まあ、要はこの大腸系、胃系をですね、関係も含めて表治法でも狙うんですね。でも一番重要なのは本治法で、ここの邪をしっかり抜くっていうことですよね。ここの邪をしっかり抜いて、まあ、肝もまあ補うかね、まあその場合によってはまあ抜くっていう作業も必要かもしれないですけど、まあ何しか、まあ、本治法が重要ですね。まあ、入ってますから、それをパッて抜かないとダメですよ。で、抜いた後に、まあ、表治法で、そのね、まあ、うちだったら死後治療とかね、産院産用治療とかね、あとは奇形流とかね、あとは積載治療とかね、まあ、そういう感じで、その、表治法、まあ、顔面という標的に向かってですね、まあ、治療をするんですね。まあ、ここは根本治療、ここはまあ対症療法っていうか、その、まあ、標的に向かってやっていくんですね。まあ、ですので、まあ、これがですね、まあ、私は本当の治療だと思いますね。そのヘルペスウイルス説とか、まあ、ね、実際そんなんで良くならないですよね。まあ、それで良くなってたら、まあ、自然治癒ですよ、はっきり言って。ね、あれでまあ炎症を抑えるとかね、まあ、言ってますが、まあね、良くならないと思います。まあ、もともと原因が分かんないんでね。まあ、東洋医学だと、まあ、昔からこれもね、このやり方で治りますって、もう3000年、4000年前から言ってるわけじゃないですか。まあ、こっちの方が、まあ、信憑性はありますよ。ね。まあ、あと何言おうと思ったんかな。
まあ、そういうことですね。まあ、表地方で、まあ、まあ、これ以外にもね、まあ、やった方がいいですよね。あ、 あとね、さっき言ったその顔面に刺すとかは、私からするとこの表地方なんで、その入ったですね、その悪いものを抜くという作業はないわけですよ。だから否定的なんですね。まあ、それで良くなったら、まあ、その風邪もですね、その、自然に治るじゃないですか。だから自然に治ったのかな、プラス、まあ、その、直接刺したことによって、まあ、ちょっと、後ろからこう押してくれた部分はあるのかなとは思うんですけど、まあ、究極はやっぱりその、まあ、東洋医学の古典にあるようですね、まあ、この辺にまあその悪いものが入っとるわけですよ。まあ、それでずっと東洋医学っていうのは来てますからね、まあそういう局所治療よりまあ効くと思いますね。まあ、さっき言ったように眼精疲労にじゃあ顔面に刺すんですかっていう話になるんですよね。本日はですね、顔面神経麻痺の治療の組み立て方についてお話しました。まあ、今でもですね、うちあの顔面神経麻痺で、まあ、北海道からね、まあ、2週間に1回まあ来てる人もいますしね、まあ、その方はまあ発症してしばらくしてますので、やっぱ通院頻度がね、まあ、低いんでちょっと時間かかってますけどね、まあ、でもあの初めと比べたらもう雲泥の差ですよ。もう全然良くなりましたし、まあ、3年ぐらい前もね、なんかヨーロッパから患者さん1人来ましたよ。まあ、日本人ですけどね、まあ、ヨーロッパの、まあ、とあるところに住んでて、まあ、近くの治療院とかいろいろ行ったけど、まあ、良くならないからっていうことでね、まあ、わざわざ来て、まあ、その人も1年半ぐらいね発症してなってましたけど、1年半いろいろやったより、まあうちにまあ10日間ぐらい滞在して6回治療したんですけど、その6回の方がまあ効果があったって言ってくれたんですね。で、まあそのヨーロッパのとある国に帰っても、まあ自分でね、こことここにお灸してくださいということでね、まあその後どうなったのかちょっと分かんないですけど、まあただまあ10日間の滞在でもね、まあ、変化しっかりしてましたね。また今度他の国からね、一人来られるようですが、まあ、顔面神経麻痺も、まあ、すごいね、まあ、自信持ってやってる症状ですし、まあ、手術してね、それでよくなんか手術した後だと、まあ、かなり手こずるかもしれないですよね。まあ、無理くりこうなんか手術してね、もう固定しちゃってたら、それ治らないじゃないですか。ね、だからやっぱり手術する前に、まあ、東洋医学の治療をしっかり受けるべきだと思います。本日は顔面神経麻痺の治療の組み立て方についてお話しました。以上です。